80年、1979年に6球団競合のドラフト1位で阪神に入団した岡田監督は、1980年の春季キャンプに参加します。しかし、当時阪神のブレイザー監督はいくら力があっても新人はすぐに使わない方針で、チャンスを与えてもらえませんでした。岡田監督からすれば、理解できず反骨心が芽生えたとか、そんなモヤモヤな日々を送っていた。米国アリゾナキャンプで打撃コーチとして熱血指導してくれたのが中西さんでした。もう職人というかな、夜ネット張って庭でスポンジボールで至近距離から T をやるのが毎晩の日課やったかなと、岡田監督は当時を懐かしそうに話しました。天気は1980年5月15日、ブレイザー監督が解任され、中西さんが新監督に就きました。当時の日刊スポーツ紙面に、あれだけの素質、磨けばもっともっと光ると、新人岡田への期待のコメントが載っており、で、岡田監督は2回に豪快な5号スリーランを放ち、新監督に初勝利をプレゼント。チャンスに飢えていた男は打ちまくり、救援では代打本塁打を放ち、シーズン成績は打率2割9分、18本塁打、54打点、新人王を獲得し、スター街道を歩む道筋をつけてくれたのが中西さんだった。